合いですよね。ショウが悪い顔をしている気がします。だいぶ悪い顔します。はい。そうやっぱこのルーザーズを高みから見れるっていうのもね、ダブルイリミの特権ですから、ね、ね、ミナーズの特権です。これみんな高みから完全に見れます。めちゃくちゃ上から見れる。さあですが、まあ、ここは本当にこのカードで2尺っつうのがね、キャラだけ考えるとまずは、ね、そうなんですけど、うこれはいや、こういうこと待ったりする。投げて昇竜拳、さあ躊躇している場合じゃないということで C か。さあ本来であればなかなかにキャラ差爆発なカードではありますが、確定しっかりしてる。次僕うわそう、お前起きてしかも配信、配信ですね、まずいっすね。さあ食べられば負けようなんて言ってたら、さあしっかり三段で体力逆転、波動拳ダッシュ投げ決め切った。勝負にいった。さあまずはクニ、あのショウがあの潰し合えみたいな感じで見てたんですけど、よくよく見たらどっちも生き残っても嫌だなって言ってましたから、ただのわがまま野郎ですね。ダブル KO を狙うしかない。いや両者敗北ない。それは再試合です。ただだからそもそもこのゲームにジャッジがある以上ない。ありえないです。そうなんですよ。さあ2本目です。今のを見せて白黒がどうするかだが、さあさあもう白黒さんもガンガン芸者上げて、怖い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 、バックラップ投げて、ダメ足は非常にきつい、だから飛びにも刺さるんだもんな、ふざけてるから。よし、こう残ん、まあゲージは吐かない形か。完璧な1ラウンド目ですね。お互いフルマックス、砲翼2本はこの状況では相当渋いですよ。タッチの後はもうリーサルですね。うん、悩ましい。これはもう勇気ですね。しっかり取ってく、重なってるとこもしっかりブロール。クニもう一回貯めれるのかこれは。思ってる以上に窮屈ですもんねこれ。いやー下手な技振ったらすぐ多分あれ判定で負けちゃうからね。ハドケンですね。ゲージためも慎重にやらざるを得ない。ただ、さすがの国だいぶゲージ溜めてきたが、あーしかしここは中足届いた。立ち馬、あー着地に中足砲翼、これは残るけど、うわー段下がり、これが状況判断ですね。妥協しないですね、はい。よくよく考えれば行く意味はまるでないんですが、確かに確かに、それをあの状況で即判断して実行するというこの状況ですね。さあ 1-1 です。やっぱ1ラウンド目の取り方がもう完璧だと、2マックスでね取って2ラウンド目迎えちゃうともう全キャラ相当きついっすよね。なかなかに絶望感が出ます。さあこのた試合でだいぶ白黒さんがこういう風にすりゃええんかなっていうのを掴んでる感じありますか。さあ画面端、うわーしっかり逃げるね。しかしダイヤシ引っ掛けて、お互いゲージが溜まる。ダイヤシ灼熱、ここが使ってきた。開けガード、あーどうすんだこれ、おいここ投げ着地を投げて、おこれこれ、チワシ聞こう、残る、これは架空かしてる。しかもちょっと待って、 EX 昇竜が当たんねってことは単純にゴムかとかなんすかね、今のほぼゴムか、本当にあって微調微振りか、マジ。さあ白黒リーチ盤石すぎるぞこれ。クニさんどうやって崩すんだ、きつい。電陣ゲージは目の前でずらした、これで残らず。さあフルセット、
ただこの1ラウンド目の影響があるからゲージの量はちょっと厳しいところはあるが、さあ白黒どうするか。膝チラシかからない。リープ投げて、さあお互いこれでゲージが溜まりきりますよ。あーもう溜まるのは見越して亀梨入れ替わってやってきた。これはさあ4ハンサー当たって読み切ったが最後当たる。さあこれでどうなるか、相打ちチャグレス、あー血足着地に勇気で打ち込む。